はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエスト9続きやっていきたいと思います。前回ね、無事ねパート100迎えまして、炎のねダンジョン行こうという話でしたので、まあそこに関するねクエストですね。ここのあのアイスバリー海岸の北の小島で、小鳥のヨッピに煉獄魔鳥のお宝を手に入れてと頼まれた。大事なお宝なので滅多に落とさないらしい。粘り強く頑張ろうということで、おそらく煉獄魔鳥が出てくるであろう地図を見つけたので行こうと思います。2つ見つけたんですけどね。と言いますのが、宝の地図整理してまして、この66と、このね、68の地図なんですけど、こっちのね、レベルはね、この68の方が2高いんですけど、こっちの方がね、まあ、レアじゃないっていうかね、この66の方がね、レアかなっていう感じするんですよね。1階から出てくるモンスターがこっちの方が強かったので、まあ、最初68の方から行ってね、次66行こうと思います。まあ、あんま2レベルといっても変わんないですからね、これね。ここね。はい、今回はここです。ここは、とりあえずお宝探し。あ、ステルス使ってもいいかな。新モンスター出てきたらね、戦いたいと思います。もう一個の地図は、あのね、先の方、もっと先に出てくるモンスターがいけない。これそうだね。魔界じゃないもんね。もうちょっと紫色っぽいのかな。ワンランク上の。で、この3階からね、何か起こってると思いますので、まあ、拾いながら行きましょう。ここはね、過去でね、まあ、出てきたようなモンスターばっかりだと思いますので、とりあえず宝だけかな。もしかしたらいいもの手に入るかもしれないで、アンクルホーンとかね、いますんで。最近ドラクエ4やってますけど、アンクルホーンね、最初色違うんですよね。確かあれ、怒ったら色が変わると思うんだけど。メダルもね、これ99個以上持てないのかな。だからさっさとで交換した方がいいっていうね。はい、地下5階です。ここからね、モンスターがまた変わるので、ティラマシン。まあ、あんま、ね、モンスター的に、そんなね、レアではないかな。だから1階からこんなにいたもんね、前ね。だからもう1個の地図の方がやっぱりレアですよね。何かしら進展ない場合は、レアなもの拾ったらね、そこだけ収録しまして、もう1個の地図が激アツすぎるのでね。はい、9階までやってまいりました。これまたモンスター変わるんですけど、ここで何出てくるかな。まだレッドドラゴンだね。もう一個の地図の方、これより先のモンスターが1階にいましたので、先にねこっち来た感じなんですけど、こっちは本当にレアでないですね。だからあんまり進展ないかもしれない。でもアウナヘビステぐらいかな、期待できるの。全然出ない、あれなんか知らないけど。なんで、ここの地図の13階の場所が1階にあるので、とりあえずここは、あれ、これが1階にいたので、まあそっちはね、ちょっと楽しみにしてるんですけど、まあここもここでクリアしたらなんかいい地図手にあるかもしれないんでね。はい、13階建てで、まあ来ましたけど、ボス何人だろう。アウルートですね。2% 落とせばいいんですけどね。とりあえず地図のクリア回数が150くらいなんで、まあ50体ね、ボス倒したら1個ね、レアなの落とす確率ですよね。だから確率的に、まあ3つ拾ってるのでね、50分の1なんで、ちょうどいいんですけどね。
あ、ケンちゃん先生だ。はい、アウルト自体そんな大して強くないんで、凍てつく波動使われなければ2ターンでいけますね。さあ、ダメだ。お、いいね。75は高いね。これは呪われし闇の地図ね。こういきます。ここの地図いらないね。はい、ここなんですけど、残された大地の加工レベル66でね、先ほどよりレベルね2個低いんですけど、ほら出てきた。先ほどの13回相当のダンジョンではありますので、1回2回はね、とりあえずモンスターがね、まあモンスターじゃない、落ちてるアイテムがないので、まあ3回からなんですけど、モンスターが変わるのが5回でね、これ地底の番人とか何気にいますね。これ最初会った時に、先ほどのレベル68の地図とね、同じような感じのダンジョンであったんですけど、このね、地図よりランク下の地図ね。お、なんだこのモンスター、新しいモンスターじゃんみたいな感じで、まあ大騒ぎしてましたけどね、当時はね。なんですけど、今となっては、もうここの方が多分レアなんでね、全然。お、メタルキングいる。あ、これいるってことで1階にもいるね。あれもね、今レベル99なんで、転生したらね、戦いますけど、今戦ったとしても、盗むでね、オリハルコンと、スライムの冠狙うぐらいしかもうないので、いいね。あ、3階からね、これ宝を起こってるので、まあ、とりあえず熊野くんは回ろうと思うんですけど。お、メタルキング。あそこに階段あるね。いやー、ステルス使ってるといえど、こう狭いところにね、モンスター、でかいの出てこられると避けらんないので、動いてね、敵動くの待つしかないとかね、そういう話になってきちゃいますね。天使の羽。あ、どうだろう、天使の羽。ランクの低い宝箱とランクの高い宝箱ありますかね、天使の羽ね。はい、運命の5階です。ここから新モンスター出てくるはずです。もしかしたら自分の探し求めている煉獄魔鳥がいるかもしれないって言ったそばから出てきた煉獄魔鳥。怪しそう。これね、出ました。じゃあ、今回のイベントなんで、二次クジャクの色違いね。二次クジャクより強い種ですね、これは。見破る。マヒアで倒せるかな。お、いいね。先に見破ってくれました。おー、さすがマヒアで、99のマヒアで強いですね。メダパニーは、あ、ポッコさん、怖いよ。お、よかった。倒したりしたからね。これドラゴンクエストね、7に出てきたモンスターなんですけど、最初会った時めちゃくちゃ強かったんですよね、これね。いずれね、配信はやろうと思うんですけど、まあ、いつなるかわかんないんでね、それだけは。はい、煉獄魔鳥。鳥の荻とね、炎の盾持ってます。灼熱に燃え盛る煉獄の炎を吐き出し、敵をメダパニーまで混乱させてくるぞ。力自慢コンテスト1位の怪力魔鳥が、怪力魔鳥が旅の途中発見し、名を付けたと言われている。これすごい。怪力魔鳥って書いてるじゃないですか。これ最近、ドラゴンクエスト4を自分実況やってますけど、本棚調べたらね、怪力魔鳥っていうね、魔鳥っていう名前の人の、名前の出てくる、その本がありまして、魔鳥に締め付けられて意識がだんだん遠のいていく。自分は魔鳥と別れる決意をしたみたいなね。そんなのありましたね。ドラケ4で最近出てきた名前ですよ、魔鳥って。ここで繋がるんだ。すごいね。そう、煉獄魔鳥倒さないと意味ないね。その魔鳥なんだ、煉獄魔鳥の魔鳥らしい。新モンスターいるはずだけど、もう1体ぐらい。いつも2体ずつ出てきますね。この火炎車のタイヤも何でしたっけ？エビルチャリオットでしたっけ？なんかタイヤがパンクして、ダークデンデンをタイヤに入れようとしたみたいな。すごい話ありましたけどね。お！あ、これか！エビルフレームがいるんだ。なるほどね。
これは、ね、一応、クエストで、ボスモンスターとしてね、出てきてます。だから、4体だけね、戦えたんですけど、雑魚キャラで出てくるのは初ですね。宝の地図にいるとは書いてあったんですけど、宝の地図で出会ったのは初ですね。パンデルムの色違いなんで。これで6匹目だと思います。倒したのが。4匹まで倒してたんで。だ地図に来ないと5匹目以降は戦えないってことですよね。溶岩のかけら2個と炎の剣1個。もう、いいんじゃないそれは。これね、エビルフレイム。そっか、ここ埋まっててこっちだ。あと、ここまでいいんだね。ね、溶岩のかけらと炎の剣ね。エビルフレイムが通ると、川の水は干上がり、草も木も、燃やし尽くされ何もかも死に絶える。恨みを持った魂が、悪しきオーラをまとい、地獄の炎を吐く魔物に、安らぎはその死の時。ね、倒した数6になってるんでね。ルリアの関連のね、クエストで、まあ、中ボスみたいな感じでね、出てきたんで。お、炎の盾盗んでいた。いいね。レアなものいっぱい入りますね。お、オリハルコンってことは、ランクの高い宝箱。まあ、もしかしたらメタスラ系とか入ってても良かったかもしれない宝箱だね。もう近くに階段あるね。いいね、いいね、いいね、いいね。またいい地図、見つけた。とりあえず煉獄魔鳥のね、クエスト終わらせたいので。すごいな、ドラクエってよくよく考えると、ね、魔鳥ってさっきのもそうですけど、何気にね、過去に出てきたキャラクターとかね、出てきますよね、名前。ベロニカもそうだしね。あと今ちょっとね、配信なんだけど、今ね、ドラゴンクエスト4、5、6やってるっていうのが、それを終えた後だとね、すごいより一層楽しめるというね、ゲームがあるので、まあ、自分昔からやりたかったんですけど、それをね、やりたいがために、まあ今はね、天空シリーズをやってるっていうのもありますので、ドラゴンクエストビルダーズとかあるじゃないですか。あれもう自分やったことないんで、まあね、ちょこちょこ見たりしてたんですけど、人やってたとかね。あれ2が出るみたいなんでね、1やりたいなと思ってまして、まあそういうのもありますし。だからね、そういうこと考えてるので、例えばキャラバンハートやってくださいとかね、よく言われるんですけど、まあそれはちょっとできないかなと思いまして、今ね、ジョーカー2が終わったらね、またね、違うの手出そうかなと思ってるんで、と言いますのが、ジョーカー2もそうだし、このドラクエ9もね、見てて分かる通り、やり込みゲームじゃないですか、かなりのね。なので、まあ終わるまで他にね、ちょっと手出せないかなと思いまして、どっちかね。ジョーカー2はね、もうそろそろ終わると思うんですけど、終わったからといってね、またね、モンスターズ系やるとまたやり込んじゃってね、他のゲーム全然手出せなくなって、新しいゲームとか出てんのにね、ね、まあ仲間たちは、すごいね、それで盛り上がってるんですけど、自分はね、全然入っていけないっていうね、現実がありまして、ちょっとやりたいなってなるので、で、違うゲームやった時ね、ドラクエやんないんですかって言われるんですけど、まあそれはそれで、まあ自分のやりたいゲームやってるんで、そこよろしくお願いいたします。大魔導シューズ、本当に結構な勢いで落とさないですね。Thank you.
宝の小箱と煉獄の羽手に入れた。OK。とりあえず、まあ、9回だけ確認して出ようか。はい、煉獄魔町のね、あの暑いところのクエストなのに、このね、すごいね、極寒の地方のね、クエストなんで。はい、ここね。ピピピ、戻ってきてくれたわね。で、どうだった？煉獄魔町はやっぱり宝箱を抱え込んでいたでしょ？見せますか？いいえ。ピピ、本当に？私が平凡な鳥だからって嘘ついたらつつくわよ。あ、つつかないで頼むから怖いよ。怖いよ。意味がわからん。はい。ピピピ、ピピピ。何これ？薄汚い紙切れが生えてるだけじゃないの。こんな紙切れで綺麗になんかなれるわけないじゃないの。お宝じゃないわ。あんたにあげる。はい。出ました。ゾーマの地図。ということで。ピピ？あんた、まだ何か持ってるじゃないの。そっちをちゃんと見せてよ。煉獄の羽をヨピに渡しますか。渡そうか。ピピ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 。なかなか綺麗な羽じゃない。これをつければ、私も綺麗な鳥の仲間入りってやつ？ピピピ、大事にするわ。はい。まあ、これをクリアしないとゾーマの地図が手に入らないということで、ゾーマ一回顔出しますかね。ゾーマもそうだけどね。まだ地図入ったよね、確かね。あ、ゾーマか。ゾーマだけだ。そうだね。レスタムアーとかも倒さなくちゃいけないもんね、これね。ゾーマ、これどこだ、これ。はい、発見しました。ここだね。ゾーマ、レベル1。レベル1なんで、ゾーマなので、いた。カズボウよ。何故、もがき、生きるのか。滅びこそ我が喜び。死にゆく者こそ美しい。さが、我が腕の中で生き耐えるがよい。はい。素晴らしい。貯めるでしょ。ゾーマイコールね、氷属性の攻撃してきますよね。なんですけど、弱点光だと思うんだけど。いじました、攻撃やっちゃった。まあいいや、バイキルトとライトホース使えばいいんで。どっちみち行ったんだよね、行かないで。魔法使いじゃあね、近代にした方が良かったかな、これ。おう。やっぱ主人公のが早いとやっぱいいかも。ここで、まあ別にね、いいんで、見破ったよね。見破って、ライトホース、バイキルト。そうよと魔法使い早いんでね。お、ゾーマ早いな。ですから使うね。これ多分弱点だと思いますけど。お、いいね。50の無心攻撃。どうだ？一回で行くか？これもしかして。おお、さすがゾーマ。レベル1は720に行かない。だけど次の攻撃でおそらく行くので。デフォーマナーやっとこうか。これは氷が効かないよね。まあいいや、メラガイアはどうなんだろう。普通に効くと思うけど。500いくもんね。おお、やっぱ強いな。さすが。強いけど、まだレベル1なんでね。まあ、レベル上がったゾーマから比べたら、まだ全然弱く見えるんで。ゾーマと戦うとき、一番下、賢者かな。あ、でも、花子さんが賢者でいいかも。ね、バイキルト使うんで。あ、倒しちゃった。まあ、2ターンでいこうと思えばいけますね、これもね。おー、そうだね。さあ、絶対落とすんだ。忘れてた、小さなメダル。はい、ゾーマですね。小さなメダルと、シルバーオーブを落とすんだ。素早く2回攻撃する上、強烈な呪文を操る強敵だ。光の攻撃で立ち向かえ。そうだね、光だね。類稀なる邪悪さの
悪のカリスマ、愚かなしもべたちに嫌気がさし地上を捨てた大魔王。ね、一応バラモスもシルバーオブだからね。もう43回ってことはレベル43ぐらいの、まあ、地図なんだね今ね、バラモスはね。まあね、ここら辺はね何かしら関係あると思いますのでね。ということで、これもまた落とすものがあるので、まあ魔王の地図とはね、まあいくらか落とすまでまたやろうか。よし、ということで、まあ、今回、まあ、ゾーマの地図手に入れてね、ゾーマ戦ったんですけど、レベル1なんでね、まだね、そんな体勢強くないんですけどね、あれレベル上げていくとめちゃくちゃ強くなるので、確かゾーマはね、まあ、他の魔王もそうですけど、もうそろそろゾーマが出てきたんで、バラモスあたり99まで上げてもいいかな。うん、あと半分ぐらい戦わなくちゃいけないけど。でね、いろいろ、まあ、装備品手に入れたら、ね、あの、オーブも溜まるでしょうから、あのね、2% 装備もね、とうとう最強を極めるんじゃないかなっていうくらいまでいくんじゃないかなと思います。まあそれまでにね、やはりね、宝の地図も同時にね、攻略して、まあそうだね、アイテムもコンプできればいいかなと思うんですけど、なかなかね、そううまくいかないと思いますので、まあね、本当にね、まあ魔王は全部倒したいと思いますので、まあそこまでじっくりやりたいと思います。だね、次回ね、残りの、あの、河口のね、奥まだ行ってないですよね。あそこ行ったらまた新モンスター会えるんじゃないかなとか思いますので、まあ会えなかったら会えなかったでね、またね、何かしら地図見つけて攻略いたしますので、まあそんな感じで配信していきたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。